放題始まりました。もてつチャンネルです。いやー、まさかの小畑にこんなことが訪れるとは思ってもういなくはなかったというか、思ってはいたんですけど、まあそうか。はい、まあ撮影予定だったんですけども、いろんなね模試の結果とか、小畑コロナになりましたはい、ということで撮影ができないという状態なので、ズームで話すことになります。話したいと思います。何があったのかちょっと聞いていきたいと思います。まあ今 BA5 でしたっけっていうのがすごく広がってますので、うわ、本当に、まあ、気をつけていただければ受験生ね、まあ今の時期に、まあ、かかってラッキーだったと思ってもらえればいいかなと思ってますね。まあまたね、受験の頃に新しい編集とかにねちょっとかかっちゃったりしたら困るんですけど、少なくともこの週にはで大丈夫かなと思うんですね、しばらくはね。そうやってコロナにかかったということで、はい、初めてでしょ、多分かかったのは。もう本当にそう、うん、初めてなんですよ。去年とかはかかってなかったんだ。じゃあ大丈夫だったの。かかんなかったですね、うん、よく。BA いくつですみたいなのとか言われた？いや、特にそういうのはない。あ、BA2 とか BA5 ですみたいなのとかはなかったのね。言われない。結構ひどかった。あ、ひどかったんだ。へえ。もうワクチンは打ってた？でも、あ、はい、一応、3回やった？いや、2回です。あ、2回だったんだね。なるほど。原因とかは分かってんの？どこでとかさ。なんか選挙行ったんですけど、まあ、その代わりになんかご飯食べてて、横の人がなんかごほごほやってたなっていうのはすごい感じて横の人がごほごほやってたなっていうのがあったんだね。そんで、すぐ発症したの？そこから。そうですね、急に39度の熱が出て、で、ちっちゃもなんか同時に出て、一緒にいた友達もらったって言ってたから、ああもう確定だなって言って、それで僕がだから頭痛くなったタイミングで父も同じぐらいになって、急に体調悪くなりだして。なるほどね。じゃあもう家の中でもってことだったのね。大変だな。まず症状どんな感じだ？症状、あ、そうですね、熱が最初はとにかく39度を出てよくて、で、まあ、食欲がもうなんか全くなくて、で、そんな状態がなんか3日ぐらい続いてから、まあ、4日目ぐらいになって熱は下がってきて、今度は咳がまあ出るようになってきたなっていう。熱下がって咳なんだ。うわ、そう、うわ、つら。最初はきつかったっすけど、なんでそんな縦にめっちゃ動くの？編集大変だわ、こうやって動くの。落ち着きがないんですね、きっと。で、その間やっぱもう勉強とかも手につかない状況だった？熱の間はもうマジで無理だったって感じですね。じゃあもうその、でも音読だけは絶対やってました。音読、ああそうなの。39度あってももう絶対やってました。へえ。学力落ちたらもう本当に泣くから、もう。ああ、音読だけ。そうですね、その浪人するときに早稲田の結果発表まではもう一切勉強休んでたから、急になんか英語読めなくなったんですけど、ね、ああなるほどね。あ、言ってたね、なんかね、そうでもね、でもそうなるのが嫌だからっていうので音読を続けたわけで、何の音読やってたの？そう、あ、ルールズの3ですね。あ、ルールズの3ね。それをずっと39度でもやってたんだ、ね、なんとか頑張っても。それでも咳出たら音読もきついでしょ。まあ、その場合はまあ音声聞いて聞き流すだけでもやってたし。時間どれぐらいになった、勉強時間？いや、もうほんとその4日間はもうほんとに15分ぐらいしかやった。15分か、それやってる音読はやりましたって言って15分だったかい。いや、でもまあやらないよりは多分あるから。まあまあまあ、そうね、その時にも やる必要はないとは思うけど、まあこれでね、受験の時にならなかったからよかったよね。さっきももう話してはいたんだけど、受験の時に新たな編集が来てとかになったらもう恐ろしいことだけどさ。坂上くんみたいになんか。そうそうそう。まあ坂上さんはね、ラッキーはラッキーだったけど、そう終わってはいたからさ、もう受験が。よかったけど、いやー、やっぱ怖いな、そうなっちゃうとね、恐ろしいな。気をつけなきゃいけないですよ、やっぱり。皆さんお気をつけて、まあお気をつけてくださいって言ってもなかなか難しいよね。もう普通に戻っちゃってるからね、生活が。なんか急に11万人とかになりましたもんね。感染者も。そうだ、7月、まあ、末ぐらいにピークが来るだろうって言われてるから、7波の。いや、まあ周りもやっぱすごい出てる。本当に急激に増えてるから、今も。で、今止まってないじゃん、前みたいにさ。緊急事態宣言とかも出ないしさ、そのままみんな出るし、もう飲み屋とかにもバンバン行くしさ、いやもう、まあもう無理だろうね、それは抑えられないと思いますけど。あれはあのテレビのやつは見たの？自分のやつ、あの小倉優子さんのやつ。あ、なんか映ってるぞってやるときだけ見て、一瞬で。マジで、もうそれコロナにかかってる時だったのね。いや、その時はかかってなかったです。あ、かかってないんだもん。映ってるぞって他に誰かに言われたってこと？父が見てたんで。あ、見てたんだ。
熱心に自分は出てくるとは知らなかったんだ。出てくるだろうなと思ってたけど、見てなかった。あんなに短いとあんなに短いとそう、まあまあ俺は動画で話したけど、あんな風になると思ってたからさ、まあテレビでそんなもんだなって若干思ってたんですけど、あなたたちがえらい長く喋ってるのを横で聞きながら、なんて無駄な時間だと思いながら聞いてたからねまあ確かにどうせ使われないのに3人ともよく喋るなと思いながら聞いてたからさそうなんだやっぱ。あでもさ、その和瀬号はね、普段その顔合わせらんないから、それまあ見れたっていうのはあると思うしさ、まあね、あのね、来てた女の子とかね、小倉優子さんのサインもらったりとかねしてて、うん、西岡さんと喋ってたよね。確かなんかアニメについて喋ってたの覚えてるよなんか僕の知ってたんですよ、僕が一番好きな。だってアニメ好きだからさ。なんだっけ、筆箱かなんかだっけ、なんか思ってたよ。いや、クリアファイルが、クリアファイルだ。そう、からかい上手の高木さんっていうのをもう思いっきり使ってて。何か、からかい上手の高木さん何そう、そう、そういう漫画とアニメがあるんですよ。ああ、なんかそれすぐわかるって、すごい喋ってたから。あの本もいただきまして。あ、そうそうそう。西岡さんの本もらってたし、そう、よかったよ。まあそういう機会に、いい機会にはなったと。あ、小倉さんと何喋ってたっけ。そう、結構話してるね、なんだかんだでね。でもなんか森田先生が僕の高校行った時に、なんか頭悪かったんだね、みたいな。そう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 、言ったね。そう。高校名をね、そうそう、小畑が言ったから。そう、だから高校が、そう、自分も、おばったも、そして小倉さんもね、全部千葉だからさ、それで。小倉さんがそこでなんか、何々から見えてそんなにすごいんですかみたいな。そうそうそう。強く印象に残ってるような。僕は自分の頃よりは賢くなってるとは全然思うけど、それでも、まあ、それでもあそこから明治行くっていうのはすごいと思います。っていうのは、それが一番印象残ってんだ。なんかものすごく。おばたの順位を、ほら、現役の時の順位。学校内のさ、順位見た時にさ、あ、日本史すげえできてるけど、でもそれ、なんか上はいるんだなっていうのをさ、こう見て、あの高校でもいるんだ、それよりできる人がって思ったから、昔よりは賢くなってんのかなって思って。そう、だから本当はね、その今までの模試とかをね、見るみたいなね、企画考えてたんですけどね。そしたら、そうですね、コロナですって言い出したからさ、もういきなり撮影できませんっていうで、まあ今はじゃあ普通に勉強はできてる。そんな感じですね、やっと、うん、でも大丈夫なのこれ。やっぱ自習室じゃないとみたいに言ってたけど、家でもちゃんとやれるようになった。ダメなんかい全然ダメなんかい。誘惑が大きくて話にならないから、もう頑張って配置してるけど。何の誘惑？アニメ？やっぱ漫画？いや、アニメはもう見ないんですよ、もうそんな、うん、もう部屋中に漫画が置いてあるから、頑張ってどけないといけないし、漫画どけてもスマホがあるからスマホも閉じ込めないといけないし、でそしたら今度 iPad が残るから iPad だけスタディーウィズミーって頑張ってやったりとか、なんかもう一緒になんか勉強を、ああはいはいはい、まあまあつまり勉強配信のことでしょ、うん、それがそう3時間のなんかスタディーウィズミーがあって、それがなんか45分でやって5分休憩っていうのがなんか4セットある素晴らしいものがあるんですよ、うんうんうん、それをなんかやって、ね、勉強してますね。じゃあ一回やるか、おばたの勉強配信。たわしさんがやってたみたいにさ。いいですね。それで、だ今度勉強するときは自分を落ちちゃうから自分の勉強する様子を見ながら自分を勉強する。まあそれ夏休みっていう感じで企画でやってもいいな。夏休み企画みたいなんで。じゃあまあ今は大丈夫だけど、ただ誘惑がまあある。そんな感じですね。じゃあまあ次、あれ7月の模試って受けられんの？あ、全然受けられます。あ、よかった。それは。確か31じゃなかったです。31か。何模試 ?31 は。普通に前頭のマークですね。前頭マークね。OK。ルーがなんか前頭じゃなくて、寸大でいいですかって言ってきたんだよね、確か。なんか前頭が会場を受けらんなくて、家でみたいになってて、それ嫌なんですけど、みたいに言ってたな。あ、ルイさん？ルーだよ、ルー。ルー。そうか、ルイとルーがいるんだ、今。ややこしい。そうか、あ、地下アイドルの方の方。そう、メンバー今、そっか、ルーとルイがいるんだ。ややこしいな。確かにね、自宅で集中できないだろうし、まあだからやっぱカンニングの誘惑のある人たちもいっぱいいるからね。ということで、無事だったということで、よかったです。ただ皆さん本当に気をつけてください。まあまあまあ、まだ良かったということにしておきましょう、この時期で。本番前になんだけど、まあただ辛さは分かりましたね。もう、あれです。うん、本当に気をつけようと思います。これからまた。引き続き勉強していってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで、おばたでした。はい、ご視聴ありがとうございました。電気落ちます。